をさっさと帰ればいいだろ。くれたのか。そっか、そりゃ残念だ。うちはそういうサービスはやってないんだね。おいおい、友達がいのないやつだな。そんなにお金ないのか。なんとその期待に満ちた目は。聞いただけだから妙に期待されても困るぞ。手伝ってくれたら一杯ぐらいは世話するけどな。勘の鋭い。くんな、私が手伝ってる時に邪魔したらただじゃ浮かないからな。うどんこまみれにしてやる。喉の奥までうどんこでいっぱいだぞ。すっごくパサパサするぞ。ふぬけた顔して。そっか、普段からふぬけみたいな顔してるもんな。ごめんよ。どうだ、田舎暮らしにも慣れたか。そうかな、私は全然気にならないけど。そっか、やっぱり都会暮らしが長いとネオが恋しくなるのか。だけどここだとホタルが見れるよ。そういう時に田舎でよかったなって思うんだ。特にないけどな。
慣れちまえばなんてことないさ。同じ日本だし、言葉が通じるだけありがたいと思うよな。それに、ほら、素敵な仲間と出会えただろ。出会えただろ。な、越してきてよかったな。いらっしゃいか。まったく、たまにはうどんの一杯でも食べていったらどうだ。けどなんだよ。ほうほう、いい度胸してるじゃないか。ろくに食べもしないで文句ばっかり言うとは。私だって食べていってくれる人に愛想いいんだぞ。金も払わないで文句ばっかり言ってるやつに見せる笑顔はないね。それで結構。さ、店の前に冴えないやつがいると客も寄りつかないからな。帰った帰った。ちっちゃい野望だな、それも。男として恥ずかしくないのか。そうなのか？まあいいや。そんなこと聞いてないよ。ほら帰りなさい。カレーならエリちゃんに作ってもらうの。寝坊しないでよね。起きてるのに部屋に来たら損した気分になるでしょう。はあ、損した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 。Thank you.
ちゃん、お兄ちゃん、起きろ、朝だ、起きろ。Bye.
もエリを見習ってよね。よし、迂回を始めるよ。部長、亮太が来てません。まあ、いつものことだからね。うん、それはだね。俺たちの当面の目標である学園祭で演奏する楽曲についてだね。まだ早いんじゃないの？そうだね、ちょっと早いかも。いや、こういうことは早いうちに決めておいた方がいいんだよ。何しろ誰が歌うかも決まってないからね。だからそれは純が歌えばいいって言ってるでしょ。いや、俺よりももっと適切な人材がいるはずだからね。ミカでもアヤナでも、もちろんでもな。全く強情だな。そんなことないさ。ああ、基本はそうだね。ただ、オリジナル曲といってもそう簡単に作れるかどうか。来週はスタジオ練習だろ。そこでアイデアを出し合えばいいじゃん。なればいいけど、俺たちはプロじゃないからな。そこまでうまくいかないだろうな。何よ、どうすればいいのよ。ミカ、校舎の中に犬が迷い込んできたぞ。え、犬？よし、手なずけに行くぞ。ジュン、あとは任せた。これにて終了。来週はスタジオ練習だからちゃんとやろうな。ちなみにこれが課題曲だからこれを練習しておいてな。